これから7回スワローズの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。バルビローリ2番手としてマウンドに上がります。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。山田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。最初は変化球できました。ストライクです。一二塁間吉川掴んでツーアウトになりました。5番バッターサンタナ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。これは大きい。伸びていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。サンタナ今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー二塁。初球は何から入ってくるか。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ゲームは8回に入ります。7番から始まるスワローズの攻撃。バッターは大沼。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ジャイアンツ大きく点差をつけて8回を迎えています。ワンアウト。バッターボックス長岡、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。低めはボール、低めに外れてボール。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライク追い込む。空振り三振。これでツーアウト。バッターボックスには代打の宮本。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね。なんとか出てほしいですね。そうですね。この起用に応えたい。まっすぐを持ってきました。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。西さん、これはもうベンチも安心して見ていられるのではないでしょうか。まあ、もちろん気を抜いてはいけないんですけどもね。まあ、初球打ちヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打席には2番バッター青木。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを引っ張った。ファーストゴロ取った。一塁そのまま入ってアウト。打順は3番山田。今日はまだ当たりがありません。スワローズランナーを進めています。この球は見送ります。外れてますか。はい、インコースわずかに外れて低めのボール球打っていった。これは大きい。掴んでセカンドランナースタート。ツーアウトランナー二塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね。怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから強気で攻めるピッチング。インサイド打った。セカンドの右抜けた。セカンドランナー帰れるか。バックホームする。セカンドランナーホームイン。タッチアウト。ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード。